場所でお手伝いしているの偉いでしょ。みんなの役に立てるようにあたい頑張る。車掌兄たん、ぐしやん。遊びに来てくれたんだね。あたいとっても嬉しいよ。あたいがちゃんと働いてゆか気にしてゆの？うん、すっごく大変。でも大丈夫だよ。周りの人たちみんないい人たちだから。ふにゅー、兄たんは心配性だな。頭なでなでしてくれたりお菓子くれたりはするけど、変なことしたりするお客さんはいないよ。遊郭の人たちもお客さんもあたいいっぱい好き。兄たんにあたいの大好きをいっぱい紹介したい。案内するかや、もっとお店の中も見てて見てて。一名様ご案内。車掌兄たん、こしあ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 ん。こしあん、こしあんと。お腹でも空いておりんす、リスちゃん。ならば担当食べなし。主さんのごとき小さな女の子が飢える世界は悲しい。わーい、お団子食えるの？いっぱい好き。うんうんうん、お仕置きされている途中なのにまた迷惑かけちゃったね。悪い子だね。お仕置き？一体全体どういう事情でありんすん？ごきゅんごきゅんごきゅん。パー、お茶も美味しいよ。いっぱい美味しいものがあっていっぱいいっぱい。そこまで美味しそうに食べてもらえれば、料理人も食材も本望でありんしょ。せめて姉妹と表紙なし。うん、でもあたいの姉たんは網走姉たんだけだから、ごめんね。よいよい。実際ワッチとリスちゃんの年の差は親子どころでもありんせんし。ふむふむ、ゆえあってリスちゃんはおゆかりさん、ああ車掌さんのところに預けられたんでありんすか？そうなの、車掌兄たんのところで花嫁修行するの。こんなにお茶ばっかり飲んでたやおトイレが近くなっちゃうよ。でも飲む、おいしいかや。ごきゅうごきゅう。かわいい。わっちから見るとこの子リスちゃん、ススキノちゃん、この子は割と優秀で賢いいい子なんでありんすが、先日の騒動もこの子がいなければ解決したかどうかわかりんせんし。ん？ん？どうしてあたいを褒めて
くえよな、ヘビちゃん。あたいのことが好きなの？あたいもヘビちゃんがいっぱい好き。ありがとう。オイランは愛を喰らう化粧。その愛を主さんは惜しみなく与えてくれる。だからわっちとしては珍しいことに、主さんのことは食材ではなく人として愛おしい。あ、つまりどういうこと？リスちゃんのことが好き好き大好きということ。そうなの？だったらいいよ。あたいもね、みんなのことがいっぱい好き。懲罰とは、わっちの目からはお気楽にデートを楽しんでいるようにしか見えませんが。あのね、本当だったよ。あたいはお仕置き監獄に収監されるはずだったの。うん、でもお仕置き監獄のボスはあたいのお姉ちゃんだからね。自分の代わりにこの子にお仕置きをしてほしいと、その獄長さんとやらに頼まれた感じでありんすか。本来ならばお仕置き監獄というか、その獄長さんとやらが果たすべき教務を丸投げされたと。人の愚痴やら何やらを聞くのがわっちらのなりわいでありんす。ヘビちゃんはオイランさんなんだっけ？大変そうだよね。すっごい厳しいお稽古とかしなきゃいけないって聞いてるよ。うん、わっちも今ではこうして偉そうにふんぞり返っておりんすが、修行時代は何度も涙を飲んだものでありんす。あ、ちょっといいこと思いついた。おゆかりさん、たらい回しのようで気が引けるかもしれませんが、ここは一つわっちにこの子の身柄を預けてみんせん？カムロとは、オイランなどの身の回りの世話をする駒使いでありんす。主人であるオイランの食事の世話や神女の掃除などなどの雑用をこなす、いわば遊女の見習いざんす。間近でオイランを見て手本にしつつ、じきじきに礼儀作法や車のしきたりなどを享受される。そうしてしばしカムロを続けていれば、山出しの田舎娘も数年で立派な遊女に早変わりという寸法でありんす。単に尻を叩くだけではしつけにはなりんせん。そうしてお仕置きをすることで一件落着としても買いなし。寛容なのは同じ過ちを繰り返させぬこと。そのために素行を改めさせ、正しい作法を学ばせること。問題ばかりを起こす遊郭の厄介者、この何じゃいが言っても説得力がありんせんが。あたいもそう思う。そもそも監獄っていうのはそういうものだってアバシリネーターもよく言ってる。古来より監獄と遊郭は姉妹みたいなものざんす。まともに生きられぬ者たちの行き着く果て、犯罪者と遊女、どちらの性がまともでマシかは意見が割れるところでありんしょうが。あ
あたいは犯罪者よりも勇者がいい。ヘビちゃんみたいになりたい。あたいのお父さんとお母さんは犯罪者だったかや。でもそのせいでみんなに嫌われちゃったかや。あたいはね、みんなに好きになってもらえる人になりたい。ヘビちゃんみたいに綺麗で立派な大人のレディーになる。よしよし、その心意気やよし。ワッチ謎を褒めてくれてありがとう、リスちゃん。オイラン謎を憧れるものでもありんせんが、素朴なその行為が嬉しい。ワッチはリスちゃんのことは気に入っておりんす。遊女は古来よりジンだの猫だのをめでることで心を慰める。それに先日の騒動でワッチは岡場所に大層迷惑をかけた。ワッチの偽物がしでかしたこととはいえ責任を感じておりんす。そのために少しでも岡場所の復興の足しになればと馴染みの遊郭の手伝いをしておりんすが、広告塔として客引きのために芸を見せたりと。さあさあ、右や左の旦那様、世にも珍しい化け蛇でござい。そんな仕事には何の不満もないとはいえ、わっちも常日頃は田舎に引きこもっているため世事には疎い。着る服や食べるものを探すだけで一苦労でありんす。特鉄隊の任務もあるし、仕事をしながらでは日常生活がままならず、だいぶ残念な暮らしぶりになってしまっておりんす。利害が一致しておりんす。もちろんこれは単なる提案で、主さんらが嫌がるなら舌を引っ込めますが。全然嫌じゃないよ。ヘビちゃんと一緒に暮らせるの嬉しい。仲良くしようね、ヘビちゃん。ゴーレン、主さんがカムロになるならばワッチとの関係は主従、あまり慣れ慣れしくすべきではありんせん。親しみと敬意を込めて姉さんとお呼びなんし。はーい、ヘビちゃん姉さん。これは意外と苦労させられるかもしれません。どうやらあの子は起こしやすと言いたいようで、それは強言葉であり狂わ言葉とは違うんでありんすが、わっちに憧れて花魁の真似をしているようでありんす。そこはまあえらく可愛らしいんざんすが。主さんはご存知でありんしょうが、むしろ蛇に戻ったと表現するのが正しいところでありんす。わっちとしては裸を見られるようでちと恥ずかしくはあるものの、仕方ない。わっちは今あまり人目につきたくありんせんし、見ていればわかりんす。声が聞こえないよ、寂しいよ。
てみんな静かになっちゃったの？急に黙っちゃうのちょっと怖いよ。わかんない。あたいは普通に過ごしてただけなんだけどね。そう、最初は何事もなかったんじゃ。わしはあの子を誤解しておった。あのリスちゃんは誰にでも好かれる可愛いだけの娘、そう思っておったし、それは真実ではあろうが、ちと愛され方が過剰なんじゃい。最初あの子はきちんとカムロの仕事をしておった。多少愛くるしいドジを踏みながらも一生懸命わしの世話を焼いてくれた。わしがお座敷で芸を見せる際などもよちよちと歩み寄ってきて、手伝いたいのか邪魔したいのかわからぬ愛らしい動きをしておった。そんなあの子に誰もが魅了された。清掃や経営に疲れ切った各国の大臣はあの子の無垢な言動にたちまち惚れ込んだ。やがて花魁であるわしよりもあの子を目当てに来る客が増えた。そうしてあの子は信奉者を増やし、気づけばご覧のありさまじゃい。町の住民も丘場所を訪ねる客たちも全員がふぬけにされて、あの子の従僕のようになり果てた。あの子の言いなりになって何でもするふぬけにされてしまった。最終的にそうしてあの子に魅了された人々は全てをあの子のためにねじ曲げ始めた。あの子の望みを叶えるためにその権能が及ぶがままに町の景観や法律すらも変え始めた。あの子がお腹が空いたと言ったらあちこちに飲食店を建てた。そして無料で誰でもいくらでも何でも食べれるようにしたりした。すべてはあの子がそれを望んだから。その結果すべては崩壊した。社会が、経済が、国家が。わしはそんなあの子をいさめようとしたおかげで周囲の人々にあの子の敵と認識され、追いかけ回されるようになった。今わしがこんな姿をして逃げ回っておるのもそのためじゃい。あのね、みんな疲れてるみたいだったかや、あたいが癒してあげたの。そういうのが丘場所のお役目なんだもんね。ヘビちゃんもそう言ってたもんね。だからあたいはそれをしたの。疲れてる人たちをよしよしって撫でて抱きしめてあげたの。いっぱい愚痴を聞いてかわいそうにねって慰めてあげたの。そして頑張って覚えた芸とかおしゃべりとかで楽しませてあげたの。それだけだよ。あたい何か悪いことしたかな。おゆかりさん、はーい、兄たんいっぱい褒めてくれるからいっぱい好き。しっかりしておくんなんし、主さんまで絡め取られたか。目を覚ませ。正気に戻ったかい、主さん。おそらくはそれこそがあの子の異能力、天性の才能により発現し、過酷な半生や
特鉄隊での経験が磨いた特殊な能力でありんしょう。あの子は周囲の人間を骨抜きにする、魅了し己の重木に変えてしまう、この人類の敵たるあやかし、なんじゃいすら、あの子と少し関わっただけで、あの子をいっぱい好きになってしまった。その時点で、おかしいと思うべきだったんでありんしょう。異変の兆候はあった。なれと、わっちらは、それを見過ごしてしまった。あの子は無意識的に、他者を引きつける。半ば洗脳するかのようにどんな抵抗も貫いて我らの心を魅了してしまう。あの子が愛されるのはあの子が愛されるべき存在だからじゃ、そこは勘違いすべきではない。すべてが異能によるものではなかろう。あの子は愛されるべくして愛されている優しいいい子なんじゃ。なれどその才能がそんなあの子の性質を媒化させておる。ん？ねえねえ、さっきから何の話をしているの？うん、あたいも兄たんと幸せに暮らしたい。あたいはね、兄たんのことがいっぱい好き。兄たんのお嫁さんになって、毎日仲良く暮らしたいよ。あ、でも、あたいが兄たんを取ったら、またバシリ姉たんが怒っちゃうかな。そんなの、嫌だな。あたいが神隠しされて、姉たんにはいっぱい心配をかけたもん。昔、あたいたちがまだ小さな子供だった頃。これ以上あたいのせいで姉たんが泣いちゃうのは嫌。姉たんにはいつでも笑っていてほしいよ。姉たんは笑顔が一番素敵なんだかよ。これでようやくちゃんとお仕置きしてもらえるね。兄たん、兄たん、悪い子のあたいをお仕置きして。こしあん！ダメだよ、兄たん。ちゃんと正気でいてね。兄たんに好き好き大好きされるのは嬉しいけど、やっぱりあたいが洗脳みたいなことをするんじゃなくて、兄たんには普通に兄たんのままで愛してほしいの。あたい暗い穴の中とかに隠れるのは大好きだけど、ずっと外に出られないんじゃ腐っちゃうよ。ずっと誰とも会えないとみんなあたいのことを忘れちゃいそうだし、そんなの寂しいよ。寂しいのは嫌だよ。お母とのそっかだってお母たんはあたいを産んでくれたけど、あたいが赤ん坊の小屋に死んじゃったかや。あたいはもうお母たんの顔さえ覚えてないけど、そんなお母たんが残してくれたものがあったんだってそう思ったや嬉しくなっちゃったの。それがどんなに罪深いものでも、何ももらえないよりはずっとずっと嬉しくて幸せだもん。死んじゃって消えてなくなったはずのお母たんとのつながりがまだあったんだって、お母たんと会えたみたいで抱きしめていい子いい子って。
してもらえたみたいで嬉しいよ。そんな風に考えるのは変かな、ネタ。同じだね。兄たんは立派ですごい人、偉くて強い特鉄隊の車掌。そう思ってたけど、あたいと同じものを持ってたりするんだね。それはなんだかとっても嬉しいよ。もみんなに迷惑かけちゃったけど、でもだからこそその分みんなの役に立たなくちゃ。頑張って働いてみんなをお手伝いして助けて。あたいは異能力とかいうずるい方法を使わずに、まっとうに普通にみんなに愛されるの。まだ足りないよ。あたいは甘えん